今回は以前紹介したバービックトップの新シーズンですね、新しい装備も含めてご紹介していこうかと思います。特に何か新しい装備があったというシナジーがあるわけではないので、以前と同じような戦い方をひたすらするだけになるんですが、やはりワーウィックレベル1のステータスが高いというところもあるので、かなり対面のトップレーナーに対して無理くりダメージトレードをしていくと勝ちやすいですね。その辺の殴り合うキャラクターの中でもダントツ、何も考えず光ってるボタンを押しまくれば勝てるキャラクターの一人だと思います。見てわかる通り A 一発めちゃめちゃ強くないですか。なのでトップレーンやる方で対面勝てねえなと、何出しゃいいかわかんねえなと思った方、とりあえず騙されたと思ってワービック選んでレベル1でオールインバトル仕掛けてみてください。多分負けますなんでなんですかね。人が使ってるやつを見てただただしてるだけだと思いきや、意外と自分で使ってると負けるんですよね。よくあるやつです。私もとんでもない数ワーウィックでそれで負けました。ただやりまくっていけば、あ、これ勝てるパターンだなみたいな、あ、これ負けるパターンだなっていうのが分かるので、最初は何も考えずに戦う、それでいいと思います。分かんないですし、ただ、やっていくうちにこの対面の時、この当たり方、このスキルの回し方、いいな悪いなっていうのを試行錯誤した結果、最終的に、答えにたどり着くようなプレイをするっていうのが非常に大切ですので、毎試合毎試合を毎回開幕的にオールインして負けましたを繰り返してるだけじゃ何も成長しないですから、そういったところを試しながらやってる結果のフィードだったら、意味のあるですだと思いますね。各言う私もめちゃめちゃ本当にワーウィックでどうでしょうね、結構行きましたよ。でも結構行ったといっても10デスすることはあんまないですけど、フィアの打ち方1スキ、バーウィックはマジで1スキの打ち方ですね。このためからのグリーンっていう打ち方をどれだけちゃんと使うことができるのかっていうのと、あとはフィアを押し忘れないっていうところですね。3スキのダメージ軽減かなりでかいですから、それを押し忘れると終わりますね。だからそこだけちょっとしっかりと注意した方がいい。ただ現代でもそうなんですけど、ワーウィックやってて、こんな感じで対面のトップレーンしゃぶるじゃないですか。その後ですよね。結局味方がこうなった時、味方が結構どえらいことになってるパターンもあるので、そういう時にこの持ってるアドを活かしながら最後まで勝ち続けることがで、要するにスノボキャリーできるかどうかというのがやっぱり難しいところだと思うんですよね。そのキャラクターの性能上、あくまで複数に対してどえらいダメージが出るキャラではないので、そういったところからやっぱり集団戦、複数集まってる時の立ち回りが難しいんですよね。あとせっかくこうやって勝ってる、スノボしてる時にしょうもない死に方するのはもったいないので、ちょっとこれは注意した方がいいですね。1スキ溜めてタワー入っちゃいましたね。ただこの血の刻印ですかね、マークすごいいいです。アクションと一緒ですね。しっかりと敵のリコール止めながら、拾えそうなのは刻印見ながら拾っていった方がいいですね。前も言ったと思いますけど、あれ自分にしか見えないので注意してください。あとはウルトのサプレッションの時間、拘束非常に長いですから、タワー下で甘えて帰れるなって思ってるやつに対してガクッと取りに行くこともできるですから、例えば瀬戸のヘイメーカーの西で耐えるっていうのを予想しておいて、相手大丈夫だよなと思ったけれど、実はウルトの高速でヘイメーカー打てないみたいな、結構わらわらの高速は長いですね。ただ自分でワービック使ってると敵高確率でサッシュ買ってくるので、これマジで気をつけ、あるかないかはちゃんとチェックした方がいいですね。やっぱ1スキがすげえ素晴らしいですよね。いろんなスキル、対象指定になるのかな、その最中。最近だと、フィズの3スキだったりとか、マオカイの2スキだったりとかみたいな感じで、一応スキル避けることができるんですよね。避けれる、くぐれますね。最初の方でセトロのスキルくぐってたと思いますが。でも集団戦の立ち回りはかなりナイーブだと思いますので、ちょっと繊細な操作求められるキャラクターっていうのは覚えておいた方がいいですが、トップで対マンの1対1部分だけ切り取ってみればマジ強いと思います。でイメージとしては、まあ、スキルの回し方1位のブリンクから入ってサドンインパクト発動させた後ですね、しっかりと、人によりけり回し方いろいろあると思うので状況に応じてだとは思うんですけど、比較的目安として分かりやすいのが1のぐるんって回るタイミングの時に3スキを入力しておく。そうすると裏に回って A してる間にフィアが自動で発動して敵が自軍方向にフィアの結果ステップすると。でその後ウルトをかまして高速後1スキでフィニッシュみたいな感じのスキル回しでいいんじゃないかなとは思います。ただマジで1の入力が、なんて言うんでしょう、ちょっと癖があるっていうのと、1スキで、ミニオンのラストヒットを取った時、これ貯めるか貯めないか関係ないです。クールダウンが返ってくるので、まあ、連戦でちょっとやばいそうな時、この1のぐるんっていうのを使ってイレリアみたいな感じでラストヒットを取りながら時間稼いでスキル回しながら敵と戦ったりすることもできるので、ミニオン意外と残しておく、逃げ用の1匹ミニオン残しておくと1スキで助かるみたいなこともありますね。まあ、よくあるのがオブジェ始まる前にとりあえずウェーブを押すっていうことを覚えておいて敵にワンキャッチされて死ぬ、まあ、まさにこれ悪い例ですから、まあ、リバー越して押す場合ですね、こんなような死に方はしないようにしてください。これちょっとやってますね。まあ、ただここまでさすがに銭持ってればある程度無茶しても大丈夫かなと思った結果のあれなんですけど、あまりにも無茶でしたね。あと2スキこれいつたくんだっていうところあると思うんですけど、私も依然としていつがいいのか微妙なとこですね。使った後クール真面目ちゃ長いので、まあどうなんですかね。2スキのいいたくタイミングここだみたいなのがあったらちょっとコメントで教えてほしいかもしれないですね。まああんまり最近ワービックしてないですけど、まああとはオブジェしてて敵のジャングルが来るっていうのが分かってたら、まあ誰か1人は守っといてあげた方がいいと思いますね。まあ事故防止にもつながりますので、まあ、特にわらわら1人拘束できますから、まあこのまま特に何事もなくプッシュしてエンドだったと思いますね。かなりトップレーンだとやっぱり全然選ばれんですね。今シーズンやっててもワービックトップ多分いまだ1回も出てきてないんじゃないですかね。私が自分で使ってるぐらいだと思います。まあ雑にタワーダイブしても1スキウルトのおかげでだいぶ粘れますし、3スキのダメージ低減もグッドですから、かなりいいキャラクターだと思いますね。以上ワービックトップレーンでした。